カンポフォルミゾは、イタリア共和国フリフリベネツィアジュリア州、ウーディネ県にある人口約7900人の基礎自治体。ウーディネの南西約8キロメートルに所在する、この町は、古くはカンポフォルミオの名で呼ばれ、1797年に、フランス革命政府とオーストリアとの間で、カンポフォルミオ条約が締結された場所として知られる。ウーディネ県南部のコーネで、 ウーディネ市の南西に隣接する。カンポフォルミドの集落は、県とウーディネの南西約8キロメートルポルデノーネの東約4 0トル州とトリエステの北西約6 3トルベネツヤの北東約9 2トルに位置する。河川としては、コーマー川があるほか、運河網がある。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り、地域東部に位置する分離集落。 ビソルデラとビラプリマベーラはウーディネから市街地が連続している。地域北部には分離集落ブレッサがある。12世紀以降、フリウーリの議会はしばしばこの地でも開かれた。フリウーリ総大司教領の軍隊の越兵の場でもあった。1797年10月18日、カンポ・フォルミオの名で呼ばれていた統地において、フランス革命戦争における、 フランス革命政府とオーストリアとの講和条約の調印が行われた。この地が選ばれたのは、フランスのイタリア派遣軍司令官ナポレオン・ボナパルトが滞在していたパッシリアーノとオーストリア軍の本営のあったウーディネの中間であったことによる。カンポ・フォルミオ条約により、ベネツィア共和国の歴史は終焉を迎え、ベネト地方をはじめとする北イタリアの領土はオーストリアに割上された。 1914年に軍用飛行場が建設される。1930年にイタリア空軍で最初の極技飛行隊が発足した。極技飛行隊は後のフレッチェ・トリコローリの源流である。2008年まではイタリア陸軍第五航空師団、リゲルが駐屯していた。A23 が地域東部を通過する。ウーディネ・カンポ・フォルミド空港は 観光用に用いられている民間空港である。もともとは1914年に軍用飛行場として建設されたもので、その大部分が民間空港に転用された後も2008年までは軍用飛行場としての機能があった。ありがとうございます。